もういいんです田島舞子君。はい、一見民主社民の田島舞子です。西村大臣そして関係者の皆様、今日よろしくお願いいたします。そしてあの委員の皆様、あのご安全にこちらもよろしくお願いいたします。はい。 村田議員から、ですね需要制限についての質疑がありましたので、私は供給対策について伺いたいと思います。質問通告2番から始めさせていただきたいんですが、まあ、これ、ジョグメックが LNG を調達されるということで、まあ、小林委員からも質問ありましたけれどなぜジョグメックなのかっていうのは、衆議院側でもずいぶん議論があったんですね。 それに対する西村大臣のご回答というのは、信用力、経験、知見、ネットワークがあるからだというふうにおっしゃってますが、これは他の民間企業もジョグメックさんよりも持ってらっしゃるところはあるんじゃないでしょうか、本当にジョグメックで大丈夫なんですか、なぜジョグメックなんでしょうか、大臣、これ、衆議院議員の答弁、あのここで言わなくていいので、大臣の口からご説明いただけますでしょうか西村経済産業大臣。あのまさにに世界的に需給が逼迫して えー、調達が難しいというときに、えーあの、ご紹介ありましたように、まずは国の信用力、これを背景として、えー、ジョグメックという、まあ、国の機関がです、ね、調達を行う、えー、この信用力というのは、私は何より大きいものだというふうに思います。でその上で、えー、ジョグメックにおいてはです、ね、すでにあの電気事業法改正の際に、えー、この類似の措置を講じておりますので、 この時点でジョグメック内に緊急時燃料調達チームというものを設置をいたしまして、ここが常日頃からこの需給などを見ながら、あるいは国際情勢なども分析しながら、ですねいざというときにさまざま調達できる枠組み、準備を行ってきております。そして令和元年ににはですねジョグメック内にこの NNG 情報チームというものも、それに先立って設置をしております、エネルギー市場に関する分析、情報発信、あるいは国内各社のです、ね、電力、ガス各社、商社、こういったところのとのです、ね、スポット契約、スポット取引であるとか長期契約、こうしたものの調達状況についても、調査、分析を行ってきておりますので、あのそれぞれ各社は、 まあ自分のところの取引は詳しいんだと思いますが、もちろん他社も見ながらやってるんだと思いますが、全体的にですね、網羅的に日本の各社が調達している状況など、ジョグメックが把握をしております。こうしたエネルギー取引に関する専門的知見、こうしたものの積み重ねを行ってきておりますので、こうした取り組みをさらに継続し、強化をしながら、 必要に応じてさらなる強化もやりながら、ですねこのジョグメック、国の信用を背景として、いざというときにはしっかりと働いてもらいたいというふうに思います田島舞子君、はい、あの国の信用力があるということを、大臣の口からあの言っていただきました。 ジョグメックなんですが、衆議院側ではです、ね、3000億円を超える繰り越しいい欠損金があの非常に話題になっていますが、私は会計計算員でこれまで、ね、ジョグメックの指摘事項、どのくらいあったのかというのを調べていただきました。過去10年間でで件件あるんですねそのうち1件は、まあ、1億2000万円程度の 補給金というのを課題にこうあの請求していたという事例もありまして、まああの、これはきちっと対処していく必要があると思うんです、でこれからです、ね、もうジョグメックの権限がどん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 大きくなって、令和4年の補正予算でもです、ね、1100 11億円がです、ね、ジョグメックの方に、まあ、これは LNG 関係ではないですが、国民の税金が入っていくということで、これ、どのようにジョグメックの指導、監督をし しっかりあの政府としてやっていかれるか西村大臣答弁お願いしたいと思います西村大臣あのまさにですねその国際情勢様々な変化をする中でまた新興国が経済成長していくこういった背景もある中で必要な日本経済そして日本国民の皆さんの生活を支えていく上で必要な資源エネルギーを確保していく必要がありますそうした中でジョグメックがまあ中長期的な視点から様々な 業務を行ってきているわけでありまして、あの繰越決算金などもあ,のあるんですけれども、中長期で長く見ると、それがやがて投資回収していくということでありますので。 確かに不確実性の高いところに投資をしたり、えー、行っておりますけれども、長い目で見れば、えー、欠損金、繰、え、越、ー、欠損金も次第に減少しております、あのもうすでに衆議院でも答弁しておりますので、あまり繰り返しませんが、えー、令和2年度末の時価評価で国が承継した資産は、約4114億円の含み益ということでありますので、えー、こうした着実にやってきていると思いますが、ご指摘のように、えー、財務、 そして全体の管理体制を含めて、ね、正すべきはしっかりと正しながらやっていかなきゃいけないと思っております。あの下大臣として、中期目標を提示をするとともに、業務の実績について評価を行ってきているところであります。えー、法人の業務運営、えー、ジョグメックのです、ね、業務運営の効率性などについてもしっかりと監督をしていきたいというふうに考えております田島舞子君、はい。ありがとうございますどうぞよろししくあの指導監督の方をお願いいたします。 次にですね、質問通告6番の経済インセンティブ、ディマンドリスポンスについて伺いたいと思います。今、ルル答弁を聞いておりまして、まあ、需給制限というのはもう最終的な段階であると、で例外的な措置であるということをあのおっしゃっていて、私もそのとおりだと思うんですね。で、まあ、大口需要家の方々も含めて、制限をする前に、我々は、 政府と一体となってです、ね、できることをすべてやるべきだというふうに思うんです、ありがとうございます、おなずいていただいてますが、でですね、この都市ガスの経済インセンティブなんですが、まあ、節電は節電ポイント、電気の方は節電ポイントというのがありますよね、でこれ、節ガスポイントというのは、ご検討されていないんでしょうか。 これガス事業制度検討ワーキンググループですね、9月5日の会合において、まあ、これやっていくべきなんじゃないかという委員の発,あの発言がありましてです、ね、しかしながら、まあ、あのガスにおいては需給ひっ迫というのが起こっていないから、この制度設計というのがうまくできてないんだというあの説明もありましてね、今は状況が変わってますから、これ、しっかりね、節ガスポイントも検討していくべきだと思いますが、いかがでしょうか西村大臣。 えとご指摘のように、電気については節電ポイントというプログラムということで、あの今あの、多くの方に参加をいただきつつあるところでありますが、えー、都市ガスについては、まあ、現時点では、ですねご指摘のように需給は逼迫していないわけですが、えー、もう一点申し上げると、電気と異なって、ですねあの電気の場合、需要と供給を合わせないと、全体がもうブラックアウトしてしまうという性質がありますので、このピーク時を抑えていく、このことが大事なんですが。 ガスの場合はこのピークシフトを目的とした節約を促す必要はないという、まあ、供給をしっかり行っていれば大丈夫だということでありますので、あの電気とガスの若干の,その性格の違いが、性質の違いがあるということであります。したがって、あの一時的にその時間帯をできるだけこう抑えるとかということではなくて、全体としての供給を確保していくということが大事であります。でもちろんご指摘のように 節、えー、ガス、まああの、できるものであれば、ですね、えー、全体の量をいざ逼迫したときは抑えていくということも大事でありますので、えー、万が一逼迫が生じた場合には、ガスの使用量を抑制する有効な手段として、えーまあかあの、考えられないこともありませんので、全体としては抑えるという意味でですね、えー、ですので、まあ、今後、お何かあのできることがあるのか、こういったことは検討してまいりたいというふうに考えています田島麻衣子君。はい あの8月22日産経新聞にはですね。もう越谷にポイント付与、インセンティブ検討、節ガポイントで出てますけれど、これはもうまだ検討されてないということですか？松山電力ガス事業部長お答え申し上げます。あの今、大臣からご答弁申し上げたとおり、現在ま様々な検討を進めているところでございます。一方であのまあ逼迫がまだ生じているわけでもないということと、あのやっぱ電気はあの？ 一瞬たりとも停電になってはいけないという、毎時毎時コントロールしなきゃいけないところがございますので、ちょっと節電をする、時間軸をちょっと緩和をさすという、経済的インセンティブで動きやすい、電気ガスに比べて動かしやすい面がございます。ですので、今までであると電気が先行してたわけでございますが、大臣からご答弁申し上げたとおり、私どもも業界と一緒に、ガス業界と一緒になりながら、検討を深めていきたいと考えてございます田島。 舞子君あのまだ逼迫が起こっていないから大丈夫だというのは、私はやっぱりあのいけないと思うので、先手先手で検討してい,っていただきたいというふうに思います。LNG はです、ね、65%が発電用に使われるということで、この政府の冬の節電要請についても伺いたいんですが、まあ、あの政府は無理のない範囲で節電をしていただきたいというふうにおっしゃってて。 まあ、無理のない範囲って一体どうなんだろうなっていうことをあの、大臣の口から私、説明していただきたいんですが、冬に国民がです、ねえー、節電をしなければならないという中で、無理のない範囲での節電とは具体的にどんなものなのか、ご説明いただけますでしょうか西村経済産業大臣。はいえー、っと私は、ね、この話をしたとき、記者会見でもいくつか例は申し上げたんですけれども、あの例えば、えー、重ね着などをして、 少しあのセーターなどを着て室温を少し下げ低めにするとか、それでも大丈夫なようにするとか、あるいは使っていない部屋の照明を消すであるとか、あるいはまあ冬場ですので冷蔵庫の冷やしすぎを調整する、避けるとかですね、あるいはお風呂で追いだき、何人か入るとき、追いだきをしたりすることもありますけれども、それをやらずに、できるだけ間を置かずに入るとかですね、ちょっとした工夫で、 えー、一つ一つ見れば小さいんですけれども、みんなでやればかなりの効果がありますので、まあ、そういったことを、あのできることを、ですね、えー、みんなで少しずつ努力していただくということであの、あくまでも無理でない、無理でない範囲で、という無理のない範囲でということで、お願いをしているところでございます。 田島舞子君、はい、ありがとうございます家庭用の電気というのは、大体3分の1程度というふうに理解しているんですが、残りの,、まああの企業さんや工業、工場等の節電ということは考えていらっしゃらないという理解でよろしいですか西村大臣。 あのもちろんですね、えーまあ、衆議院でも参議院でもあの国会内で、えー、行ってますけれども、廊下の電気を消すとか、ですね、えー、特にピーク時に少し、えー、そうしたあ電気の使用量を減らすという努力はあの、えー、事業所、工場でもできるかと思いますので、これもあのもちろん安全性に何か支障があってもいけませんし、無理のない範囲でということで、 お願いいいをしたいと思いますあの、まあ、まだあのどういう状況になるか分かりませんので、えー、ぜひ、そういうことがないように供給面をしっかり確保していきたいと考えていますが、えー、お願いをしたいと思ってます田島麻衣子君、はい。ありがとうございます 次にです、ね、質問通告4番で、ジョグメックの調達された LNG の価格上昇分が誰が転嫁するかということについて伺いたいんですが、まあ、緊急時ですので、スポット調達になると思いますし、今この、この世界の中で LNG の価格が上がっている中で,です、ね、非常にあの高い価格で、あの多分ジョグメックさん、あの購入されて、それをあのかの,のところにこう移していくんだと思うんですが、 この価格上昇分ですね、手数料も含めまして、まあ、利子もあのつくということをあの衆議院側で説明されてますが、これは一体誰が最終的に負担するものなんでしょうか西村大臣えと今回の法案に基づくジョグメックへのエネルギー調達の要請でありますけれども、えー、まさにエネルギー、NG、を確保しなければ、価格以前にです、ね、安定供給を確保できないと、そういう特別な事態を想定し、対応して。 国民生活事業を守っていいくというものでありますであのジョグメックは調達したエネルギーでありますけれども、調達価格に必要な事務手数料を加えた価格で事業者へ販売されることになります。で平時と比べて価格が上昇した分は、えー、それら事業者や都市ガス料金などに最終的には転嫁されることになりますので、えー、最終的には需要家があの負担することになるというふうに認識をしております。そそううししたた際にそうした事業家 や事業者や需要家に支援が必要かどうかについてはです、ね、そのときの経済情勢、あるいは NG の価格の水準、事業者、需要家の負担、そうしたものを見ながら、さまざまな要因を勘案して、総合的に判断をしていくことになるというふうに考えております田島麻衣子君。 はいいありがとうございますぜひです、ね、この調達価格、手数料、これのですね価格の転嫁分もしっかりと吟味していただきたいと思いますし、まあ、大口需要家の方々需要、事業者の方々への負担が行われ起こっていくというふうに予想されますので、それに対する支援というのはしっかり考えていただきたいなというふうに思います。 皆さんにお配りしております資料1、見ていただきたいんですが、これはですねあの家庭ですね、一般家庭の LNG、ガスの料金の推移についてまとめたものなんですが、これ、名古屋、私の地元、名古屋ですと、ですねもうまあ約2000円の値上がりになっているんですね。これはまあ一般家庭については非常に大きな打撃ではないかと私は思うんです。 28あ閣議決定されました、この第令和4年度の補正予算の中にです、ね、この,まああのガス、それから電気、エネルギー高騰対策というのも書かれていると思うんですが、ちょっとこれについて、一点伺いたいというふうに思います。 政府が出している資料はです、ね、標準的な家庭が9ヶ月間の中で4万5千円の負担軽減が行われているというふうに書かれていらっしゃるんですね。でまあ、これ、9ヶ月間ですから、一般の家庭の負担軽減は大体5い0千円になるだろうというふうにあの理解しております。でまあ、この5千円の負担軽減というのは、電気、都市ガス、ガソリン、灯油、これ、全部入ってますから、1ヶ月の中で都市ガスの負担軽減、どれくらいあるのかというふうに計算してみますと、まあ、大体900円ぐらいなんですね。 で実際に起こっている推移というのは、まあ、2000円ぐらい上がっているということなんですけれども。 標準的なご家庭というのは、2人世帯を想定されているというふうに伺いましたが、この日本ではですね今、1人世帯がものすごく増えてまして、東京では50%を超えますし、愛知県では36%を超えていくんですが、ちょっとこの政府の説明ですね、1家庭当たり4万5千円の負担軽減というふうに言われると、普通の方、ありがとうというふうに思ってしまいますが、実際にはですね都市ガスは月900円程度でありますし、 それは2人家庭を前提としてますから、まあ、大都市の多くの1人家庭、1人世帯の方々っていうのは、こんな4万5000円ももらえないよっていう現状にあの直面すると思うんですよね、でしっかりこの点をです、ね、私はあの政府に説明していただきたいと思っておりますけれども、西村大臣、いかがでしょうか西村大臣、はいえー、ご紹介いただいたとおり、今回の経済対策、そして補正予算に約6兆円の計上いたしまして、 ご指摘のように、電気料金、都市ガス料金、そして燃料油の対策、激変緩和措置を講じることに,ことにしているところであります、そして今回の措置はです、ね、来年1月以降、来年度前半にかけて、標準的な世帯において、まあ、今後、値上がりが想定される負担増となる部分の負担軽減ということで、標準的な家庭で言いますと、約4万5千円の負担軽減になるということで、想定をしております。 でご指摘のように、エネルギー使用量が少ないご家庭、1人暮らしであったりですね、そうしますと、まあ、そもそも負担の総額とか値上がりの額も少なくなりますので、えー、そういうことになりますし、それから他方で、季節変動によってエネルギー使用量が増えれば、その分、まあ、1月、2月は寒くて増えるとです、ね、その分の軽減にもなるということで、あの使用量に応じた形で負担軽減と。 いいうううこととは適切であるというふうに考えておりますそれと合わせてあの、それだけでは足らないと言われる方、低所得者の方を含めておられる場合に、ですね1世帯当たり5万円のプッシュ型のこの高騰対策に対する支援金、給付金であったり、あるいは自治体の創意工夫でさらに支援を行うという、地方への公金6000億円を、 配分しておりますので、こういった措置も含めて、ですね全体として負担軽減ができればというふうに考えているところであります田島舞子君。はい、あのまあ記者会見とかで、一家庭当たり4万5千円の負担軽減なんだっていうところ、国民の皆さんは、ああ、助かるなっていうふうに思われると思うんですよね、しっかりと必ずしもすべてのケースにおいて、そうではないということを、ですね私は政府の皆さんにもきちんと発信していただきたいなというふうに思います次です。 大口需要化に対する需要制限が行われた場合の補償について、あの各委員の方々もおるるあの質問されておりまいらっしゃいましたけれども、一点確認させてください、これ、補償はないというふうにおっしゃってますが、2011年震災時に電力使用制限命令が行われた場合に、 一定の場合には雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金が利用できることとされていたというふうに伺っております、これは今回も同じように、こうしたあの制度の利用しながら、企業の方々がそれをあの、まあ、あ保証はないけれども、損失というものを最小限に抑えていく方法はあるという理解、正しいでしょうか。松山電力ガス事業部長 お答え申し上げますあの使用制限はもうあの最終局面で、大規模ガス供給離脱ということをあの防止するための緊急措置でございます。あのこれはえまあ国の損失保障のような形で行っているものは、これは電気事業法におけるですねあの過去の例についてもございませんので、このガス事業法において、この法規定が入りまして、この運用する場合もこれはやらないと、いうに想定していないというのは基本でございます。たただ委員ご指摘ございました部分は あのまあ、その場合に。 ただ、さまざま生じたあの影響を受けた需要家の方々、いらっしゃるであろうということは想定されるところでございます。その事態の状況に応じまして、えー、必要な対策を検討することになるであろうというふうに考えてございますが、まあ、現時点で、まあ、それ以上のこと、申し上げにくいところでございまして、えー、先ほど来、えーえー、損失保障については想定していないわけでございますけれども、その上で、えー、その時々の状況、需要家に想定外の影響等が生じた場合に、必要な対策を検討することになると。 いいいうふうふな考えを申し上げているところでございます田島舞子君もうちょっとはぎれがね、もうちょっとはぎれ,、ね、れ、いいはぎれの答弁を私、いただきたいんですが、まあ、この雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、要件に合致する場合には、この,あの受給制限が行われた場合でも、企業さんというのはあのきちんと補填してもらえることは可能なんですよね。松山部長 あのえー、そのもちろん雇用調整助成金等、各種施策についての該当要件に該当すれば、それに対する支給、支援がなされるものと考えております田島麻衣子君、はい。ありがとうございます、まああの。支援の検討もどうぞよろしくお願いいたします次です。 この需給制限が行われた場合には適用除外となる施設があります、まあ、政府の説明では病院や下水道等の社会的に重要な施設,施設等というふうになっていますけれども資料2を見ていただきたいと思います これはですね、1974年時、オイルショックがあって、その時にまた同じように電力の使用制限が発令されたと、その時の適用除外施設のリストなんですね、まあ、社会福祉施設、学校、海上保安、大事ですよね、安全保障にとって国の、消防、警察、ラジオ放送等がありますけれども、こうしたところもあのきちんと適用除外になるんでしょうか、答弁の方よろしくお願いいたします。松山事業部長 あの使用制限の場合の対象につきましては、あのー えーまあ、全体で負担を分かち合うことになるわけでございますけれども、一定規模以上の大規模需要化ということを念頭に置いておりまして、あのその際には電気事業法におけるうー、まあ、取り組み、整理というのを参考にしながら定めていくことのとなるというふうに考えております。具体の当てはめにつきましては、あの現えー、とこの法案成立しますれば、えー、政令の整備等、運用について、準備を速やかに進めてまいりますので、さまざまな実態、よくお聞きし しながら定めていくことになろうかと考えてございます。田島麻衣子君、はい、あの施設のあのお決めるにあたっては、きちんと国民の皆さんの声も聞いていただきたいなと思います。頷いていらっしゃいます。ありがとうございます。あと数分ありますので、すいません。あの質問通告、一番に戻らせていただきたいと思います。ジョグメックなんですが、まあこれ本当に大丈夫なのかと。私、あの一番冒頭であの申し上げましたが、あ、国の信用力があるから大丈夫だっていう答弁いただきました。 原則は民間企業をやるものが、国がこうあの介入していくわけですから、その使用、適用にあたっては限定制限的に行えるべきでありますし、予見可能性が大事だというふうに思うんですね。でまあこれが実際に行われるあの場面というのは、国が貸し絞しりをするなど、需給のバランスが異常な状態にあ,のあったとき、ごめんなさいね、えっ、ー、と、売り絞りを行うなど、需給に関する、 異常な事態が生じたときっていうふうにあの西村大臣に答弁されてます。二つ具体例を挙げたいと思います。あの一つはですねサハリン2です。もう一つは米国テキサス州フリーポートなんですが、この二つなかなか LNG が供給途絶えるんじゃないかっていうあの懸念が指摘されてるんですよね。まあサハリン2についてはあ英国シェルが出資を引き継ぐあの脱退してその後のあの 株主構成確定していないと、もしかしたら何かトラブルが生じて、供給が止まってしまうんじゃないかという懸念があると、テキサス州、フリーポートというのは、ですね、えー、火災の影響であの停止しているということなんですが、これ合わせると、大体年間で1000トンぐらいの損失になるんじゃないかなということが分析されてますが。 もしサハリン2やこうしたテキサス州フリーポートなどの供給が止まった場合です、ね、これはジョグメックが調達に乗り出す要件に合致するでしょうか西村大臣あの。ご指摘のようにです、ねえーまあ、ロシアのウクライナ侵略によって、えー、サハリン2について、まあ、どうなっていくのかという懸念も生じて、えー 生じたわけでありますし、フリーポートで火災が起こりました、えー、また、あの直近でも先ほどご質疑いただいたマレーシアでもですね。自然災害によってまあ、避けがたい不足のトラブルということでありますが。 ガスの供給滞るといいう事態も想定、えー、されています、えー、またヨーロッパでも今90%ぐらい備蓄が進んでこの冬はなんとか乗り切れるんじゃないかと言われてますが来年夏以降また来冬に向けて需、えー、給が相当逼迫するんではないかという懸念もありますあの現時点で何かすぐに、えー、そういう状況ではありませんけれども、えー、今後ガスの安定供給の確保に支障が生じるもしくは恐れがある場合、えー、まあ 特に LNG の調達が必要になってきた場合、ですねそれからジョグメック以外のものによる調達を困難とするような事情があるというふうに、経産大臣が認めた場合に、LNG の調達を要請するということにしておりますので。あの 今の時点で、どういう事態、いくつか例も挙げられましたし、私も挙げましたけれども、そうした事態を総合的に勘案しながら、世界規模でエネルギー需給が逼迫した結果、なかなか資源国や国有企業がエネルギーを売り渋っているというような状況、民間企業だけでは対応しきれないという異常な状態を想定して、総合的に判断をしていくことになるというふうに思います。田島麻衣子君、はい。時間が回りましたので、終わりにさせていただきます。どううもありがとうございました。 이영 <목소리법>